2024年1月プレゼント企画抽選会さあ今回はオパールのプレゼントでした。はい、ファイヤーオパールとウォーターオパールでしたが、すごいたくさんの方にご応募いただきましたね。はい、中でもファイヤーオパールは、はい、今まで見たことがなかった、うん、こんな色のものがあったんだっていうお声もたくさんいただきましたね。はい、はい、そうですね、本当にこう私たちも知らない色石がまだまだたくさんありますね。はい、色石の世界は本当に奥が深いので、もっともっと皆さんにも知っていっていただきたいですよね。はい、そうですね。ここで今回2月のフェアでまた色石フェアがございます。2月の16、17、18日であの大人気だった企画、色石のバイヤー体験ができるんです。おー、これ前回すっごく好評だったんですよね。はい、前回はピンクスピネルとピンクサファイアの見分け方ですね、はいはい、そして今回は大人気のタンザナイトとこちらもサファイアの見分け方ということで、はい、佃社長直伝のテクニックを教えていただきます。はい、はい、なんかサファイアとタンザナイトって私たちが知っている色味でいうとなんか全然違うのかなっていう感じがするんですけど、はい、やっぱりこういろいろな色があるサファイアですので近いものも多く揃っていると思いますので、そのコツを聞いて見分けがつくようになったらいいなと思います。そうですね、なかなか私たちもじっくり見比べることってないじゃないですか、はい、ちょっと間違えないようにこの3日間で極めたいですね。はい、そうですね。はい、こちらの色石フェアの詳細ですが、アプリ新着情報の一つ前の動画をご覧いただくと詳細がございますので、はい、皆さんぜひそちらもチェックしてみてください。はい、それではお話を抽選会に戻しまして、1月プレゼント企画抽選会のスタートです。それではまず大人気だったウォーターオパールの抽選会です。それではルーレットスタート。ストップ。すごいいっぱい本当ですね。萌えさん様おめでとうございます。わー、すごいですね、この数の中で、はい、本当ですね、おめでとうございます。おめでとうございます。さあ続いては珍しいファイヤーオパールいきますよ。それではルーレットスタート。ストップ。そうですね、はい、同じ春つながりで嬉しいです。本当ですねすごい偶然にも嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。改めまして、はい、当選者の発表です。ウォーターオパール萌えさん様、ファイヤーオパール春様、おめでとうございます。当選者の方には改めて個別にチャットをお送りさせていただきます。今回のプレゼント企画もコメント欄にたくさん皆さんの熱い思いを、はいはい、書いていただいて、はい、私たちも見るととっても嬉しいですし、はい、これからもっともっといいプレゼントをご用意しようかなって思いますね。そうですね、はい、また2月には、うん、色石フェアもありますし、はい、エターナル静岡ではプレミアムジュエリーフェアもございますので、はいはい、また2月も新しいプレゼントがご用意できるように頑張りたいと思います。はい、また来月もたくさんのイベントございますので、はい、皆さんルシル系グループに遊びにいらしてください。はい、ぜひお待ちしております。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。